神田川というね、ここ宇治には宇治川がありますけどね、神田川ってね小さい川なんですね。東京行ってね、神田川どんなとこかなと思ってね見に行ったんですけどね、小さい川です、細い川です。宇治川の方がねずっと立派でね綺麗ですよね。でもね、この若い2人が同棲をしてるんですよね。同棲楽しいですね。皆さん同棲の経験ありますか？そうか、残念やな。同棲は楽しいですよ。それで神田川で暮らしながらね、こう手の上に持ってお風呂に行くんやけど、いつもこの男性の方がですね長湯をしてなかなか出てこないというね。何やってるんですね、体を3回ぐらい洗ってるんじゃない。はい、神田川はね、かぐや姫、南こうせつとかぐや姫が歌ってました。これはね、だいぶヒットしてたからね、皆さんね。あ、いらっしゃい。いらっしゃいませ。どうぞ空いてるところに座っていただいても、適当に動かしてもらっていいんで、寝ていただいても構いませんが、寝てると大きい声がするのでゆっくり寝て、寝てられます。あ、ここに、はい、あ、それは歌詞カードをどうぞ、歌詞適当に取って、19ページです。こちらの方にね歌詞カードがあるのでね、使ってくださいね。それでは、神田川、バイオリンのね、このイントロがね、なかなかしびれますよね。それを今日はキーボードでやってもらいますのでね。はい、楽しみにしてください。バイオリン弾けないんで。はい、バイオリン難しいで。はい。はい。ワン、ツー、スリー。私が待たされた洗い髪が心配冷えて、小さな石鹸カタカタ鳴った、あなたは私の体を抱いて冷たい熱で言ったのよ。ありがとうございました。優しさがこうあったってね、
優しくされたら嬉しいですよね。なんで怖かったんやろう。